こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。バファネル&ゴーベル17のメカニズム日課大練習を解説デモンストレーションしていくシリーズ、今日は第5番です。5番のエクササイズを解説とデモンストレーションしていきたいと思います。5番のエクササイズはですね、半音音階と書かれています。半音の音階です。半音階、クロマティックスケール、これはもう皆さんご存知かなと思います。半音階、結構親しみがある音階ですよね。何かこうフルートを取り出して無意識の中でパラパラっと吹くときに半音階吹いてしまったり、してませんかね。まあそれくらい指の運びも、まあ、シンプルで、なだけに吹きやすいっていうふうに思って、楽器の思想とかね、あとは音出しの段階で結構半音階吹かれる方多いかなと思いますけれども、第5番が半音階の練習となります。これをちょっと詳しく見ていきたいと思います。次のアーティキュレーションで順々に練習しなさいと書かれています。これはね、どのエクササイズも書かれている文言だと思います。1から10まで第5番はありますね。1から10のアーティキュレーションです。1から5番が8分の6で書かれています。そして6、7が4分の2のアーティキュレーションです。また8、9、10が8分の6のアーティキュレーションとなっています。これを順々に A から L の半音階に当てはめて練習してくださいよということです。A から L っていうのはね、12個あります。まあこれ12キー、調合もついてますので12キーということです。そのキーの主音の音から半音上がって2オクターブ、ですね、2オクターブの半音階が、上りと下りありますね。もうそれだけのシンプルな、エクササイズです。5番はそんなに難しいことではないかなと思います。まあテンポなどを変えながらご自身のレベルに合わせてやってみてください。じゃあちょっとデモンストレーションしていきたいと思います。じゃあまず8分の6拍子1番からやってみましょうか。そうですね、じゃあ1つの A から L まであります。じゃあ例えば A のゼードア、 C メジャー、波長調、これだけを取り出して1から10のアーティキュレーションでちょっとデモンストレーションしてみたいと思います。で8分の6拍子っていうのは、まあ、他のタファネル・ゴーベルのエクササイズでも言ってるんですけれども、少し大きな、もちろん2拍子なんですけれども、ゆったりしているっていう感じがしますね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。一方、その4分の2拍子っていうのは少しこう、快活な、こう、明るいイメージですので、1、2、1、2、1、2、ちょっとテンポが早くなるかなと思います。じゃあ8分の6から1番から10番まで、途中4分の2を挟んで、A のゼードア、波長調、 C メジャーのスケール、半音音階を使ってアーティキュレーションを変えていくデモンストレーションをしてみたいと思います。テンポは本当にご自身で、できるテンポでやってみてください。指が滑らないテンポですね。なんか知らないけどぐちゃぐちゃっといっちゃったじゃなくて、きちんと動いているっていうテンポ、分かる、自分の耳がキャッチできるテンポでお願いしたいです。私はじゃあ8分の6最初の1から5までは、50でやってみたいと思います。不転四分音符50、1,2,3,4,5,6、1,2,3。6番、7番は4分の2で書かれています。これを、このアーティキュレーションを使って、A のスケール、Z
制度は波長調 C メジャーでやってみたいと思います。4分の2なのでね、少し、テンポが、さっきの6、8分の6は1、2、3、4、5、6、ダンダンダン、大きな2拍子っていうのは変わりないんですけれども、4分の2の方が少しだけこう前に行く快活な感じを出したいなと思いますので、少しテンポを上げてみたいと思います。じゃあ8から10まで、これも A を使って、A のスケールを使ってやってみたいと思います。普天四分音符60でやってみたいと思います。8番のアーティキュレーションからいきます。A のスケールを使います。スケールを取って、例えば B だけをピックアップして全部10のアーティキュレーションで練習してもいいですし、逆で12のキーを1つだけのアーティキュレーションで練習してもいいし、それをごちゃ混ぜにバリエーションしてもいいし、もうこれは無限大というか、ご自身で決めて練習メニューを組み立ててですね、やっていただけたらなと思います。じゃあ5番のアーティキュレーションを A から L の12のスケールにアプライしてみたいと思います。5番の半音階の練習はですね、親しみやすい分、そして皆さんもしかしたら慣れていらっしゃる分ですね、割といい加減になりやすい部分でもあるスケール練習だと思いますので、今一度ね、この5番を使って、自分の指がきちんと動いてるかどうかっていうことを確かめて練習するのもいいかもしれませんね。音の練習だということも同時に忘れずに、ボサボサカサカサ音が悪いまま練習していかないように、ソノリティを意識して練習していただけたらなと思います。そして音階練習だからといって、機械的に練習するんじゃなくてね、あたかもこうフレーズの一つとして練習していただけたらなと思います。今回はタファネル・ゴーベル17のメカニズム一課題練習の5番を解説デモンストレーションさせていただきました。5番の練習やってるよ、日課練習としてやってるよという方はいいねボタンでお知らせください。今日も長くご覧いただきありがとうございました。それではまた次回。